ムンドゥは、チャド南西部の西ロゴン州の州都である。2016年の人口は135,167人で、国内2位の都市。シュトン・ジャメナからは、ロゴンヌ川を4 0 0トル南東に遡った都市であり、チャドの綿花生産地帯の中央部に位置するため、穀物や綿花の集産地となり、綿工業や製油業が盛んである。ムンドは、チャド南部の交通の中心であり、 増水期には、ロゴン川が、下流からムンデまでは、航行が可能となるほか、カメルーンや中央アフリカ共和国に通じる道路があり、ジャメナとの空路をつなぐ、ムンデ空港もある。1923年11月8日、捕鯨船でロゴーヌ川航行中に、ジョセフ・フランソワ・レステがこの地を発見する。1916年までに、チャドを軍事征服していたが、 植民地支配に抵抗運動が起こり特に南西部においては1930年頃まで反乱が続いておりロバート・レベルディがこの地に訪れても反乱の状況に変化がなかった1925年にロゴン地区長官として就任したリベルディは1927年に主任となり5年8ヶ月務めた後彼は地区の町長をムンドに移した1926年 この地に宝石工場がコトンチャドによって作られる。西部、中部、アフリカ P216 田辺博市、竹内忍勘役朝倉書店2017年1月15日、初版第一冊、岡辺博市、島田周平、柴田京平、1998、世界地理大百科事典にアフリカ P370。 朝倉書店 ISBN42 億5416万6621ありがとうございます。